はいどうも、けん玉が大好きジネス。紅白のけん玉チャレンジで失敗した人が炎上して話題になってますね。でこれに対してこんな風に特定しろとかね、あと晒せとかね言ってるやつがいますね。いや本当許せないなと思いますね。うん、いやこうやってね誹謗中傷してるやつらね、いや許せないなって思いますね。うん、で、まあ、今回はね残念ながらギネス記録はね取り消しになったんだけど、まあなかなかねあの生放送でねあの緊張感で全員がね成功させるって難しいからね。うん、まあ俺はねむしろねナイスチャレンジだなと思いましたね。うん。で、まあ、本人もね、まあ、これはね、ある意味、いいネタができたと思ってね、まあ、前向きに捉えて、欲しいなと思いますね。うん。まあ、この企画ね、毎年やってるんで、いや、またぜひね、来年、チャレンジしてね、成功させてほしいなと思ったし、こうやってね、批判してるやつは、許せないなって思います。ってこと。